動物の森ポケットキャンプがね、いよいよね、配信されました。本当ね、11月の22日に配信っていうのに聞いたんですが、今日ね、11月21日の、まあ10時過ぎたあたりなんですよね。この辺でですね、なんかね、先行配信みたいな形でね、ダウンロードできるようになったみたいです。で、まあね、これやってみようかなと思ってたので、うん、まあちょうどいいやと思いましてね、今ちょうど時間が空いてますのでね、まあ完全初耳です。まあ最初のね、オープニングからね、始まると思いますのでね、まあとりあえずやってみますね。で、タップして始めると。はい。まあ、このアプリは基本無料出せます。リーフチケットは有料アイテムです。はい。その辺はね、なんかね、調べたらですね、ガチャゲーじゃないみたいですね。まあ、基本無料で遊べますと。はい。リーフチケットっていうのがあるのかな？ガチャになるのかな？連動してればデータきついて追加させますと。まあ、とりあえずまあ、今んとこね、初めからやりましょう。うん、OK。まだね、わかんないんでね。あれ、通信エラー。通信エラーですね。なんかですね、やっぱね、人気があるから、ね、なかなかで繋がんないみたいなことはね、ツイッターの方でね、見たは見たんですよ。で、追加ダウンロードか。これ追加ダウンロードして、まあ始めるってことなんですかね。うん。まあ人気でしょうね。今年多分一番スマホのゲームの中で一番のですね、これが期待作なんじゃないでしょうかね。おそらくそうだと思いますよね。自分もですね、動物の森結構好きなんで、はい、これね、出るの楽しみに待ってたんですけど、22日、明日って聞いてたのでね、なぜかね、今日はダウンロードできるっていうのをね、ちょっとツイッターのツイートラインでね、調べたら、調べたらってか見たらね、出てましたのでね。あれ、全然ダメですね、これね。まあ、とりあえずね、繋がるまでね、チャレンジしますね。うん。あ、繋がったかな？繋がりましたね。よかったよかった。繋がったみたいですね。でもなんか、先が進まない。あれ、ダメだわ。ダメですね、リトライですね、はい。参っちゃったな。これ一応ね、ライブみたいな感じでやってますね。まあ、録画してですね、それをですね、こうやってライブみたいな感じでやっていこうかなと思ってるんですけど、進まないとね、話にならないですよね。リトライ、リトライ。うん。リトライですね。全然ダメですね。どうなんだろう。進まないな、話がな。動物の森はですね、あ、始まりました。よかったよかった。何回かリトライしたらですね、始められました。よかったですね。はい、トタタケさん、トタタケさん、はい、トタケケですね。やあ、動物の森へようこそ。突然だけど、今の君はどんな気分？一番近いのはどれかな？ですね、自然に触れたい、遠くに行きたい、のんびり過ごしたい。あ、のんびり過ごしたいっすね。はい。そうか。普段はちょっと忙しい生活をしてるのかな。そうですね。ちょっと最近いろいろ忙しいんですよね。まあ、癒しが欲しいですね。それならここは君にぴったりな場所かもしれないね。ここはいつも穏やかだし、自分のペースで過ごせると思うよ。あ、引き止めてごめんよ。そろそろ出発するかい？それじゃあ、またどっかで。うん。まあ、毎回毎回ね、動物森はね、この、トトタケさん、トタケケさん。毎回毎回こうやって声、名前が出てこないんですよね。申し訳ないです。エラー出るんじゃねえだろうな。出るなよ、エラー。よし。キャラクターを作る。まあ、これをね、男の子にしましょうね。男の子でですね、自分はですね、まあ、いつものこの、森キャラクターでいこっかな。髪型はね、目がね、目。村人の顔はどんな顔なんだろう。村人の顔をちょっと作りたいんですよね、いつものね。動物の森スターの村人の顔じゃないですか。これですね、村人ね。はい。で、髪型はちょっと変えてですね。髪型も村人の髪型がいいんだよな。一番オーソドックスなやつね。まあ、女の子使いたいっていうのもあるけど、女の子ね、使いたいかも。でもまあ、ここはとりあえずでも動物の森の村人のキャラクターをね、再現したいですね。村人のキャラどれなんだろう、髪型。いつもなんかスマブラなんか出てたりする髪型あるじゃないですか。村人の髪型。これかな？これが一番オーソドックスですよね。これにしましょう。色。髪の色か。まあ、いろんな色が髪決められていいですよね。あんまりね、派手な色は良くないな。やっぱこのいつもの、この髪型いいかな。まあ、まさにね、オーソドックスですね。はい。もうちょっとこれ村人に似せられたかもしれないけど、まあ後でも変えられるらしいですからね。とりあえずこれでいきます。はい。まあまあいつものね、村人っぽい顔になりましたね。この一番村人の顔がね、好き、一番好きなんですよ。
うん、止まんないでほしいな。大事みたいですね。よかったよかった。まるっきりにこれライブでやってますんで、はい。まあね、一応ね、録画って形なんですけど、ほぼライブでやってます。おそらくね、編集もしないでしょう、よほどのことがあっても。歩いてみよう。プレイヤーはタップしたところに向かって歩き出します。タップしたまま指を動かすと、その位置に向かって歩き続けます。話しかけたい人や気になるものがあったらタップしてみよう。この初心者マニュアルは後からでも確認できるよと。はい、まあ静江さんに行きましょうか。こんにちは、ようこそキャンプ場へ。新しい管理人さんですよね。そうです。お待ちしてました。念のためお名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。まあここはですね、まあ名前はでしょうかな。まあここは自分のね、YouTube で使ってる名前をね、ちょっと変えて招致にしましょうね。まあいつもこの名前使ってるんで、最近招致。招致さんでよろしいでしょうか。合ってるよ。招致さん、今日からよろしくお願いします。私、ご案内させていただく静江と言います。このキャンプ場はテントや持ち込み家具を自由に置いてのんびり過ごせる場所なんです。ただ全然手が回らなくて、今ご覧の通り何もない状態なんです。ぜひ招致さんの力でたくさんのゲストが集まる素敵なキャンプ場にしてもらえませんか。任せてよ任せてよ。ありがとうございます。招致さんが来てくださって本当に良かったです。では早速ゲストを呼ぶ準備をしましょうか。招致さんはここをどんなテーマのキャンプ場にしてみたいですか。うん、ナチュラル、ファンシー、スポーティー、クール。まあ自然な感じ、ナチュラルですね。自然な感じでいきましょう。まあ全てのアイテムは手に入ると。あー、ちょっと動物がね、ちょっとキャラメルって動物あまりちょっと知らないんで、別の方がいいっしょ。あれ違いましたか。それではどんなテーマがお好きですか。これ選ぶテーマによって動物がねちょっと違うみたいですね。これブーケ、ブーケも別に悪くないですけど、ちょっと全部見てみましょう。一応あれ違いましたか。それではどんなテーマがお好きですか。スポーティー、つばくろ、うん、まあ一応全部見てからね選びましょう。クール、ですね、これはあれでしょうね。一応この中だったら自分が好きな動物っていうか、ね、いい動物って、これファンシーのですね、このブーケがいいでしょうね。ブーケちゃんがね、まあこれにしましょう。はい、まあ別にね、どれなんでも多分変わんないと思いますけどね。なるほど、そういうテーマがお好きなんですね。それじゃあ私、そのテーマに合った家具を頑張って用意してみます。お、なんか静江さんが結構ね頑張ってる感じの表情してね、可愛いですよね。家具はたくさんあった方がいいので、招致さんは家具を作る材料を集めてきてもらえませんか。近くのレジャースポットに誰かがいると思うので、お手伝いをしてあげてください。きっとお礼に家具の材料くれると思いますよ。まずはマップを開いて、わさわさの森に行ってみてくださいね。わさわさの森、マップ、ああこうやってマップが開くとね、タップで行けるんですね。これね、やっぱ先ほど選んだですね、動物さんがいますよね。うん、行ってみましょう。ですね、欲しいもの、リンゴ、取れるもの、まあいろいろね、ちょっとよくわかんないんでね、とりあえず進めてみましょう。まだわからないのでね。はい、着きました。タイミングをしたい動物がいるみたい。話しかけてどんなお願いなのか聞いてみよう。これで先ほど言ったね、ブーケちゃんに話ができるってことですかね。お願いを叶えるとお礼をくれるよ。何度もお願いを叶えて仲良くなると何かいいことがあるかも。時間が経つと動物たちは入れ替わってしまうから、早めにお願いを叶えよう。うん、じゃあブーケちゃんにちょっと話しかけますか。話しかけましょう。あ、はじめましてだよね。あたいブーケだよ。あんたは、翔地くんって名前なんだね。キャンパー同士仲良くしてね。チェキ、キャンパーっていうね、ことね、セリフ回しがなかなか独特ですよね。チェキってこれね、これブーケはチェキっていうのが口癖なんですよね。プラス1。なんかあれかな、好感度があったってこと。で、翔地くんはここに何しに来たの。あたいはフルーツをいっぱいゲットしようと思ってここに来てみたんだ。なんか手伝おうか。え、何何、手伝ってくれるの、超嬉しいんだけど。じゃあリンゴを一つ取ってきてほしいな。で、リンゴを取りに行くということですか。フルーツのなっている木をタップして揺らしてみよう。フルーツが地面に落ちたらタップで拾うことができるよと。
はい、フルーツね、どこら行けばいいんだろう。あ、こうやってね、こうマップを開く、うん、ここをやっちゃダメなんですよね。このマップの中から探さなきゃいけないんですよね。リンゴをね、どこにあるんだろう。あ、これですね、うん、これで下ですね、iPhone をねタップして動いてます。はい、画面映ってるとねタップしてる場合見れないですけどね、そんなにですね孫つかないです。はい、結構ね反動がねいいですからね。はい、そんなに孫つかないですねこれね。はい、続きました。お願いしたもの見つかったかな。お願いって、ここどこにあるって、え、これじゃないの、これじゃないのかな。あ、リンゴじゃなかったんですね、さっき見つけたのね。リンゴじゃなかったんだ、あれ。リンゴだと思ったんだけど。あ、フルーツがね、いろいろあるんですね、これね。リンゴはどこにあるか、これも、これは桃ですよね。リンゴを探さなきゃいけないってことですよね、これね。リンゴどこにあるんだろう。なるほど、先ほどちょっと違うね、果物を取っちゃったんですよね。はい。リンゴないですね。リンゴがないよ。これは、なんだ、ナスですよね、これね。梨か。梨です、ナス。すいません、ナスなんて言っちゃって。梨ですね、これね。梨、まあ、もらえるものはもらっておきましょう。んーで、どこにあるんでしょうね。あれはだってね、桜、これがリンゴ？あ、これがリンゴみたいですね。はい、すいません。何を、自分は、あれなんだろう。見逃してたんだろう。なんかね、桜んぼに見え、サクランボに見えたんですよね。実はサクランボにさっき見えちゃったんですよ。はい、お願いしたの取ってきてくれた？これどうぞとあげると。ありがとう。お願いクリアと、こんな感じでですねゲーム進めていくみたいですね。んで、ベルがもらえると、ベルって動物の森でいうとお金ですからね。で、ふわふわの元、これは素材か何かなのかな。翔地くんって超頼りになるって感じ。俺に渡したふわふわの元は家具を作るための材料なんだ。海蔵くんにお願いすると素敵な家具を作ってくれるから頼んでみるといいよ。チェキ。やっぱこれ素材なんですね、きっとね。で、戻りましょうか。一応ね、終わったんでね。あれ、まだなんかお願いされるみたい。ねえねえ、もう一つお願い聞いてほしいんだ。さくらんぼ、桃、オレンジが一つずつ必要なの。一つずつ必要なの。お願いしちゃっていいかな。あ、かわいいね、ブーケちゃんね。こう表情がいいよね。えへ、よろしくね。あ、持ってますね、全部ね。はい。さっきね、ちょっと拾ってきたのがありましたね。あ、まだないですね。はい。結構ね、動物のですね、なんつうか、表情がですね、すごいいいですよね、これね。うん。なんつうんだろう、3DS の動物の森の、なんていうかな、キャラクターなんかよりも、全然このね、画面がね、画面っていうか、キャラクターが表情が豊かでね、綺麗なんですよね。やっぱスマホの、やっぱり、解像度が高いから、こういうね、感じのキャラクターにできるってことなのかな。うん、実にいいですね、これね。一応ですね、iPhone の画面もこれ、ミラーリングしてる形やってるので、若干ね、あ、すいません、ちょっと喉がね、調子悪くて。うん、あとはさくらんぼ、うん、これちょっとね、あ、そっか、こっち来るとダメなんですね、わかりました。自分ね、ここの道、ここにですね行けると思っちゃったんですよ。このね、ここのところ、ここのところにね、今ちょっとクリックしますね、マウスで。ここに行けると思ったんですよ。はい、ここ行こうとするとですね、さっきみたいなメッセージが出ちゃうんですね。範囲が結構狭いんですよね、これね、行ける範囲がね。さくらんぼどこにあるんだろう。さくらんぼどこじゃあ、うん、ついね、行っちゃったら、あそこでね、ちょっとそういうメッセージが出ちゃうんですよね。さくらんぼねえぞ。さくらんぼがないね。このテントは特に入れないもんね。あれ撮ってるのかな、さくらんぼ。あ、ここにありましたね。何見てんだろう。はい、こんなとこにありました。で、これさくらんぼゲットします。はいはいはい。あ、ね、スマホのですね、タップしながらやって、てますが、これすごくね、操作性がいいです。はい。お願いしても取ってくれた？これどうぞと。これで全部取ったのでね、これあげましょうね。はい。ありがとう。
わあ、美味しそうなフルーツだね。よし、早速食べちゃおう。翔一くんも一緒に食べようよ、チェキ。ちょっとね、写真をね撮っちゃいますね。はい、これね、 iPhone なんでね、写真が撮れるのはいいところですね。はい、撮ってきたフルーツはブーケと一緒に食べた天然新鮮天然丸かじり、お願いクリアと。はい、うん、iPhone はね、こうやってすぐにですね、こうタップしてですね、タップっていうか、まあね、すぐにスクショが撮れますのでね、可愛い動物をね、こうやってスクショに撮るってことができますので、そこもね、やっぱりいいとこですよね。翔一くんのおかげで超助かっちゃった。やっぱ最初これね、ブーケちゃん選んでよかったですね。うん、これで好感度みたいなのが上がるって、レベルが上がっていくんですね、これ。こうやってね、えへ、やっぱり旅っていろんな人に出会えるから超面白いな。翔一くん、これからも仲良くしてね。こちらこそよろしくお願いいたします。そろそろキャンプ場に戻ろうかな。バイバイって感じでね、こうやって動物たちとこうやってね、触れ合うんですね。あの、いろいろとコミュニケーションを取りながら触れ合っていくんですね。うん、本家の動物の料理も全然こういった森の動物たちとこうやって会話ができるのがいいですよね。うん、でも静江さんに報告しに行きましょう。翔一さん、お帰りなさい。お待たせしてしまいましたが、準備は整いました。素晴らしいです。まあ一応ね、超褒めておきましょう。素晴らしいです。よかったです。家具は海蔵くんとリサさんにお願いして持ってきてもらったんです。うん、お二人はご夫婦で家具のクラフト工房 R バッカーズを営んでいらっしゃるんですよ。クラフトっていうのはね、物を作るって意味ですね。はい、どうぞよろしくね。あら、あなた家具を作る材料を持ってるのね。ねえダーリン、何か作ってあげたらどう？おっしゃー、じゃあ作ってやるか。うちの店のクラフトカタログの中から好きな家具を選んでくれ。まあ、この中からですね、クラフトをこうクリックすると、はい、の画面が出ますのでね、まあ作りたいクラフトをね、これが500ベルですね、これね。うん、500ベルです。右上にね、あのクリックします。またね、この右上にですね、このあれ、ちょっと画面が変になっちゃったな。600ってなってるじゃないですか。これが多分あのお金なんですね。600ベル持ってるってことなんですね、きっとね。で、まあ500ベルをでは買いますと。はい、で注文すると。はい、ここら辺はもう全然楽勝なね、操作性ですね。ってね、これ何なんだろう、この動物のために作ってみようって、ブーケ。これはブーケになれなのかな、あげられるような家具ってことなのかな。まあ、とりあえず作ってみましょうね。で、500ベルで減りましてね、それで作ったことになるかな。ほんじゃあ作ってくるぜ。楽しみに待っててくれよな。はい、かわいいですね。いちいちって動物たちが癒されますね。さすが海蔵さん、早速車の中で家具を作ってくれるみたいですね。普通は完成までに時間かかるんですが、リークチケットを使うことで超特急で作業してもらえるんですよ。私のリークチケットをお渡ししますので、試しにお願いしてみましょう。うん、作りたいものチケットを使う。たなるほど、これ多分書くなりなんなり作るときに、あのやっぱ時間かかるんでしょうね、これね。それを短縮できる、すぐにですね、作れるようにするのはこのチケットってことなんでしょうね。で、溜まってですね、一つ作れましたね。時間いっぱいっていうかね、時間かからずにね、すぐに作れちゃいました。はい、よっしゃー、完成したぜ。ラブリーソファー完成しましたね。どうだ、いい感じだろう。大事にしてくれよな。じゃあ、しずちゃん、私たちはそろそろ帰るわね。あ、しずえさんのことしずちゃんって呼ぶんですね、こう、りささんはね。しょうちさん、また家具を作りたくなったらクラフトから注文してちょうだいね。これからは電話一本でどこからでも注文できるわよ。テントみたいな大きなものを作りたいときもクラフトから注文してちょうだい。じゃあまたね。あの材料からこんな素敵な家具が作れるなんて、カイドウさんはすごい職人さんですね。ちょっとね、音がちっちゃかったですね、すいません。はい、こんぐらいないとダメかな。この家具、今のキャンプ場に似合うかも。早速置いてみませんか。まあね、ライブなんでね、ライブなんでこういうこともあります。はい、ちょっと音がですね、小さくてすいませんでしたね。前半ちょっと声がね、音とか聞こえなかったかもしれないですね。
うん。こうやって家具を置けると、家具を置くと、このラブリー家具を置きましょう。置くで終わると、保存すると、こんな感じでですね、家を作っていくんですね。あ、金具とかついていました。テントの設置がまだでした。初めのテントを置いてもらえますか、置いてみてもらえますか。うん、テントを選ぶと、まあ、全部この辺ですね、クリックしていけばですね、どんどんやれますのでね、かなりですね、快適なですね、インターフェースになってますね、これね。はい。で、テントを置くと。で、保存すると。はい。これで格段にお素敵なキャンプ場になりましたね。こんな素敵なキャンプ場なら誰か気に入ってくれるかも。どなたかご招待してみませんか？で、動物を選ぶと。で、ブーケを選ぶとね。はい。先ほどですね、キャンプ場に向かいます。これもね、どんどんクリックしていけば、進みますのでね。簡単ですよね。はい。こうやって動物をね、自分の、こう、なんつうかな、家にね、招待して、こうやって遊ぶっていうのがね、今までの動物の森とちょっと違うところですね。うん。こうやって動物のこの、ブーケさんのですね、ブーケちゃんのこうやってこう、なんていうかな、動き、こういう動きをね、見て楽しむんですかね。こうやって、ね、動物のね、一人一人をね。松竹のキャンプ場いい感じだね、チェキ、やった、ブーケはキャンプ場に遊びに来るようになったよ。またこうやってスクショ撮っておきましょうね。はい、可愛いね、動物写真はね、スクショの撮っておくといいですよね。はい、皆さんがこうやってキャンプ場に集まってくると賑やかになっていて、とても楽しくなっちゃいますね。はい、こんな感じで進めていきます。うん、エラー発生そんなバカなまあね、ちょうどいいところでね、終わったかなっていうのはありますね。参っちゃったな、画面が動かなくなっちゃいました。ということでね、まあ、1回目で一応ブーケちゃんにね、家に招待するっていうところまではね、やれたのでね、よかったかなと。まあね、皆さん今ね、もう、やるぞやるぞって感じでね、押し寄せてる状態なんでしょう。もう大、あれですからね、もう今年一番のスマホゲームの、あれで、なんていうかな、注目ゲームですからね。まあ一応ここまで、どんな流れのゲームなのかみたいなところまでね、実況っていうか配信できたのでね、まあよかったかなと。で、2回目、3回目もね、続けていきたいなと思ってますので、うん、まあこんな拙い配信ですがね、もしよろしかったらですね、チャンネル登録などしていただいて、この続きをですね、見ていただければなと思います。本当にやり方としてはですね、こうやってまあ1日1回とか、まあ2日に1回ぐらい定期的にですね、こうやって動物たち戯れる姿をですね、まあテキストを読みながら、まあ動物たちのね、しゃべりなんかをこうやってね、音声でね、自分でちょっと真似て やっています。だからですね、進めていきたいなと思いますね。課金もですね、やる場面、必要な時にはね、ちゃんと使います。うん、あまりケチケチしたプレイはしない。ただその代わりですね、あんまりめちゃくちゃなね、課金はしないです。うんとですね、お子様で多分スマホね、持ってないお子様とか結構いると思うんですよ。で、動物の森がね、やりたいなっていう方いらっしゃると思うんですよね。まあそういう人たちが、ちょっとはね、こういうスマホの動物の森がどういうゲームなのかな、みたいなこと。まあ後でお母さんお父さんにね、スマホおねだりするときにですね、画面見せられて、こういうゲーム面白そうだよっていうようなこと言えるような感じのですね、動画にして、動画っていうかね、配信にしていきたいなと思いますのでね、もしよろしかったらまたご見かけることがありましたら、まあまたもやね、またね、またチャンネル登録していただければなと思います。まあ第1回目の配信はね、これで終わりにさせていただきます。ちょっとですね、音声バランスが悪くて最初の方ね、お聞き苦しい、苦しい点があったかもしれませんけどね、まあ、次からはそれにちゃんと改善してですね、第2回、第3回続けていきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。